ということで、今日の動画はこちらです。はい、ヒロアカのデク君の前にちょっとこっちを見てほしいんですけど、こっちね、ビッグバッドトイストアっていう風に書いてあって、これね、何かっていうと、あの海外でね、おもちゃとか販売しているメーカーじゃないやサイトなんですけど、まあ、こんな感じでね、いろんなジャンルのフィギュアを取り扱っていて、まあ、結構ね、有名なところなんじゃないかなと思うんですけど、今回ね、初めてここで買い物をしたので、まあ、今回はね、海外のものを紹介していきたいと思います。で、その海外のものが何かっていうと、こちらのヒロアカのデク君、いや海外じゃないやないかいという感じなんですけど、これね、実は海外のものなんですよね。こちらヒロアカのデク君が海外でなんで発売されてるかっていうとね、まあ、ここにもね、バンダイとかって書いてあって、まあ、日本のね、メーカーなんですけど、よくよく見るとね、この辺とか英語表記だったりとか、ビルドザヒーロー with your hands とかね、英語でなんかいろいろ説明とかも書いてあるから、あのこれどっちっていう感じのものなんですけど、これは何かというとですね、ここにね、バンダイって書いてるんですけど、これは海外向けにね、バンダイが発売している商品で、まあ、エントリーグレードのね、プラモデルの緑谷いつくくんになります。いや、これね、僕全然知らなかったんですけど、僕のね、視聴者さんが海外でプラモデルのデクくん売ってますよっていう風にね、教えてくださって、で早速ね、Amazon とかで調べたら全然出てこなくて、でググってようやくね、この海外のバンダイで発売されているっていうことが分かって、早速ね、この海外のあのサイト、このビッグバッドトイストア BBTS で探してみたら見つかったのでね、これを早速買ってきました。まあ、海外のサイトで購入したので、結構ね、届くのに時間がかかったので、2週間ぐらい待ったんですけど、無事ね、届いたので、今日は早速これを組み立てていきたいと思います。それでは、レッツゴー！ということで、今日はこれ組み立てていくんですけど、エントリーグレードの緑谷いつくくんということで、まあ、エントリーグレードといえばね、これですね、仮面ライダーとかでね、僕も作ったことあるんですけど、まあ、本当にね、簡単にパチパチと外れてね、パチパチ組み立てていくだけで、簡単に作れるっていうようなプラモデルになっていて、まあ、ちっちゃいお子様でもね、作れるんじゃないかっていう、まあ、これもね、実際、対象年齢3歳以上とかなので、結構簡単なプラモデルになってます。なので、このデク君もね、もう今日はね、全過程この動画の中でね、作っていこうと思います。で、ここにエントリーグレードプラス6っていう風に書いてあるので、まあ6歳以上、このエントリーグレードは6歳以上のものになってるから、このね、セイバーとかと比べたらもしかしたらね、ちょっとだけ難しいかもしれないんですけど、まあよくよく見てみるとね、このランナーとかもちょっとだけ多くって、まあでもその分ね、クオリティの高いデク君を期待できるんじゃないかなということで、じゃあもう早速作っていきますか。これ切ろう。じゃあ開けていきます。せーので、よいしょ。はい、こんな感じ。おー、ランナーが入ってますね。取り出してみるか。取り出すと、あー、袋も2つに分かれて、結構多くないか、結構パーツ多くないか、思った以上に難しそうだなこれ。あー、なんか10分15分でできるんじゃないかなと思ったけど、意外と難しそうですね。で、中の方にはすごい英語表記だ。やっぱりこの辺もね、英語で、英語とかね、あと中国語とか韓国語とか、まあいろんな言語にね、対応したようなこういう説明書だったり注意書きが入ってますね。あ、こっちの組み立て方のね、説明書の方も英語ですね。あ、すごいすごい、結構細かいですね。なんかこれ見た感じ、あれだな、どっちかっていうとエントリーグレードっていうよりは、あの鬼滅模型、僕が前に作ったね、鬼滅模型のあのかまど炭治郎に近いようなイメージ、結構パーツ数とかもね、似たような感じで、あのルグレードというか難しさ的にはそのぐらいじゃないかなと思います。あれ作った時が確かね、30分とか40分で組み上がったと思うんで、まあ、今回もそのぐらいでいけるんじゃないかなと思います。じゃあ僕早速ね、組み立てていこうと思います。はい、ということでランナーを一通り取り出しました。ランナーは4つに分かれていて、 A1、A2、B1、B2 っていう感じですね。あとはところどころシールでこういったように再現してるっていう感じですね。いや、今回ね、目のパーツ、目はね、僕パーツ再現かなと思ってたんですけど、目はシールでしたね。あ、まあこの辺はしょうがないかな。鬼滅模型がね、目のパーツまでね、全部このプラモでね、再現だったんですけど、今回はしょうがないな、シールで再現ってことで、まあエントリーグレードだからね、6歳以上って言っても結構難しい方なんじゃないかなと思います。じゃあもう早速このね、説明書見ながら作っていきましょうか。どっから作るんだろう。あ、顔の方からね、早速作る感じですね。じゃあちょっと集中してね、作っていこうと思います。まずは顔面からですね。顔面から作っていきましょう。説明書通りにね、やっていこうと思います。あ、エントリーグレード、やっぱりね、このタッチゲート式でね、ランナーがこう出てきれるっていうのもね、魅力ですよね。あのニッパーとか使わないからありがたいところですね。で、A1-11、今日はね、もうこんな感じでダラダラと作っていこうと思うんですけど、そうだな、何の話しようかな、何も
み立てて、あとはね、デク君を完成させていくだけですね。作っていきましょう。この辺から説明書見なくてよくなってきますね。本当にね、簡単に形合わせるだけでね、組み上がっていくので楽しいですよ、これは。いや、エントリーグレードいいっすね。なんかもっとシリーズでね、どんどん出してほしいですね。はい、こんな感じで足のパーツも完成ですね。あ、そう、足首つけてないわ。足首までつけてあげると、はい、これで足のパーツが完成と。という感じで、顔の部分、胴体、足で腕っていう風にね、パーツが出来上がったので、これを組み上げていきましょう。まずは胴体を接続して、あ、ここ稼働する、ありがてえ、ありがてえ。エントリーグレードといえばね、もうほぼほぼ無稼働っていうところなんですけど、腰がね、こうやってロールで回転するだけでね、非常にありがたいポーズのね、幅が広がります。で、右足を取り付けて、左足も取り付ける。おー、出来上がってきましたね。そして腕のパーツを、よいしょ、こっち側もよいしょとつけると、あ、なんかめちゃくちゃ脇締めてる。もうちょっとね、脇甘くした方がかっこいいポーズになるんですけど、めちゃくちゃ脇締めてますね。じゃあ最後に頭を取り付けます。あ、頭も若干ボールジョイントですね。ここも稼働するかな。はい、これで完成。デク君、あ、いいじゃん、非常にいい出来は、非常にいいです。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいじゃん、これ。いいよいいよ、やっぱね、組み上げてみると印象変わるね。かっこいい、普通になんかフィギュアとして完成されてる気がする。あ、いいね、これ。やっぱバンダイさん、さすがっすね。はい、そして今日の動画ね、実を言うと、今生配信をしながらね、この動画を撮影していて、まあ、ASMR 動画を撮影する裏側をね、見るっていうようなね、配信をしたので、まあ、それもね、ぜひとも僕のね、アーカイブ探してみてほしいんですけど、まあ、その配信の中でね、すでにシールありを完了させましたので、早速見ていきたいと思います。完成したデク君がこちらです。はい、デク君。あ、めちゃくちゃ良くないですか、これ。めちゃくちゃいいじゃん。あ、カメラ越しね、見ると、なんかよりね、デク君感が出てる。いい感じですね。あ、目とかのね、シール再現で、こんな感じであって、で、あとね、各部こういうラインとかも、シールで、細かいところでね、ベルト止めとかも貼ってる。あと一番細かいのはここかな。このネジが止まってるようなね、こういうゴールドのカラー、ここはシールで再現っていう感じで、こんな感じです。いや、いいよね、これ、エントリーグレードとはいえ、プラモデルとしてのね、質は、割と高い方なんじゃないかなと思います。まあ、デク君のね、こういう、フィギュアが作れるっていうことで、非常にね、良かったですね。じゃあ、細かい部分見ていくんですけど、まず顔からね、顔どうかな、似てるかな、顔は結構似てると思うんですけど、若干髪型が違うかなっていうところあります。あー、なんかね、横にこうパッと広がってる感じなんですけど、もうちょっとね、この辺まで髪の毛が広がってたらいいかなっていうのは正直なところですね。まあでも顔が結構似てるからいいね。僕ね、ちょっとシールあるのがね、ずれちゃって、目のところのシールがちょっとだけずれてるんですけど、あとそばかすとか眉毛とかもシールで再現で結構いい感じだと思います。まあね、カメラ越しに見るとね、見る角度によっては結構似てる方なので、いや、これ意外と良かったですね。で、首元についてるこのアーマーはシールでメタリックな感じで再現されてます。これもね、なんかメッキ感が出てて、まあシールだっていうのは分かるんですけど、ここもいい感じですね。で、腕の部分に行くと黒いライン、ここの部分が若干ねテカテカしたシールになってて、で、あとは腕のグローブがこんな感じで伸びてますね。これはまだあれだな、エアフォースを習得する前のガンマスーツですね。はい、こんな感じで、ベルトがこんな感じ。赤いベルトはね、パーツ1個で再現されてるので、これね、タクティカルじゃないわ、ユーティリティベルトみたいな感じでポケットがね、ついてるところとか、あとベルト止めもね、黒いシールで再現。まあ、ただね、黒いシールがちょっとこことね、ここ、若干テカりすぎてるかな。他のパーツと比べるとね、違和感がちょっとだけ出ちゃうっていうのが気になるポイントでありますね。で、あとは足の方からパンツとアーマー、こんな感じで、アーマーのね、質感とかは非常にいいかなと思います。ちょっとね、マットな感じの質感で、アイアンソールのね、いい感じの質感を出してるんじゃないかなと思います。あとちょっと惜しいなと思ったのは、このね、スニーカー部分の紐がね、このちょっとこう成形色でベタっとしてるんですよね。ここまでちょっとシール貼りたかったなっていう感じ。まあ、ここはね、墨入れでこの紐の部分とか塗ってあげればね、より質感はアップするかなと思うんですけど、ちょっとだけスニーカーの部分が浮いて見えるのが残念ですね。はい、で、全体がこんな感じのポーズです。かなりね、脇を締めてるポーズなんですけど、あ、もうちょっとね、ここの脇開いてくれた方がかっこいいんじゃないかなと思いますね。
シング山口の方が当然高いんですけど、2つ並べるとこんな感じで、今同じポーズしてるんですけど、で僕がね言ってるちょっとあの脇を甘くした方がいいっていうのは、ちょっとねこう腕をね広げてあげるだけでもうちょっとかっこよさ増すんじゃないかなと思うんですよ。ほらこんな感じかな。まあ脇を甘くするっていうよりはちょっとねこう腕を開く感じでこう分かるかな、微妙な違いなんですけど、こっちの方がねかっこよく見えるっていう、まあポージングにはねちょっとうるさいのでね、こっちの方が良さそうな感じはするんですけど、まあそれはもう可動フィギュアでやればいいことだからね、このエントリーグレードはこのポーズで満足しましょう。でしかもねこのエントリーグレードね、普通だったらほとんど可動はつかないんですけど、今回のねデク君このね首がまず回るっていうのと、ボール上に出てね若干可動できるのと、あとねなんと腰も回転するんですよ。腰が回るのはね非常にいいですよ。腰が回るだけでねだいぶポーズに表情ができますから、ポーズをね例えばこっちにしてこう、これはちょっと微妙かな、こっちがいいんだけど、こっち側にしてねほらこういう感じのポーズを変えて遊べるので、あこれいいじゃん、こっちの方がねポーズとしてはかっこよく見えますよね。あこんな感じでねいろいろと角度をつけて遊べるっていうのはねいい感じですよ。あもう僕は飾るならこれかな、これで飾っておきたいぐらいですね。あーかっこいいじゃん。サンプル画像もこっちを使えばいいのに、このねまっすぐ向くのはね若干ダサさがあるんだよな。まあこれもデク君らしくていいかなと思うんですけど、まあこんな感じでね内を動かせるっていうのもいいポイントかなと思います。でサイズ感の比較で言うと、後ろにいたね一番口のトドロキ君とかと比べると結構ちっちゃいです。まあさっき見たねこのアメージング山口とね同じサイズ感なので、まあ12分の1サイズのフィギュアと合わせるのならいいんじゃないかなっていう感じですね。まあでもこれはねこれで1個で飾っておくのもいいかなと思います。まあとにかくねこう簡単に作れるっていうのがねいいところなので、まあパチパチとね組み上げてこうすっとね置いとくだけでデク君がねその場にいるっていう感じで結構いいですよねこれ。まあ、あとはね海外でしか売ってないっていうのを、まあ、海外バンダイだからしょうがないんだけど、なんでこれ日本で売らないんだろう。普通に日本のアニメだからね日本で売ってくれてもいいと思うんですけど、なぜかね海外限定で販売してるようなので、まあね気になった方はね海外のアマゾンとかアメリカアマゾンを調べてみたらすぐ出てくると思うので、まあそれとかね、あとはね僕が購入したこの BBTS をね調べてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで今日は BBTS で買ったね海外バンダイのデク君を作ってみたっていう動画でしたけど、まあね結構簡単に組み上がったのも良かったし、いや非常にねなんかクオリティも意外と良かった、思っていた以上にね良かったので非常に満足ですね。あそうだ、価格言うの忘れてました。価格はまあこれね海外商品でねちょっと送料とかもかかって若干割高なんですけど、確か27ドルぐらいでした。まあ3000円しないぐらいかな。で購入できました。まあエントリーグレードということでね